しゃす、ウェイスファクトリーのアンドロイドの動画になっております。今日ね、師匠前の美濃がお付き合いいただいておりますけれどもね、いやー、今日はゲリラ豪雨に見舞われた感じでしたけどね、まあ一瞬でしたけどね、はい、忙しくさせていただいております。工場バタバタしてますけどね、ちょっと重整備の方でね、お待たせしちゃってるお客様結構いらっしゃいましてね、申し訳ありません。ちょっとそんなにね、手の早い方ではないので、普段店頭でやらせていただいているタイヤ交換、オイル交換というのはお待たせしないようにね、バババッとやっちゃうんですけど、お預かりの修理みたいな、やっぱりね、お預かりする以上は丁寧に見ていきたいというか、まあ慌てるとろくなことないというか、まあ、スピードよりも確実性を重視してやらせていただいております。お待たせしちゃっててすいませんけどね、よろしくお願いいたします。で、今日はお仲間さんの時子さんからですね、差し入れ届きまして、もちろん札幌クラシック光った、おいね、北海道限定って書いてあるんですよ。まあ時子さんといえば、うちのおしゃれ番長がですね、ちょいちょい差し入れとかね、本当気にかけていただいてて頂戴するんですけども、で、まあ、ね、こういういただきもなんかツイッターの方ではちょいちょいご紹介させていただいてるんですけど、まあ、今日もツイッターに上げますとですね、札幌クラシック、いや、カネゴンさんがコメントを入れてくれまして、もうグラスとかキンキンに冷やして飲んだら気絶ものうまさよなんてコメントありましたんで、マジっすかと、そんなに気絶するほどうまいもん食ったり飲んだりしたことですわつうことで、まあ、検証してみようかなという感じなんですが、ででん、こっち、ででん、札幌クラシック冷やしておきましたよ。ミキャプチャーってそしてででん、グラス冷やしときましたよ。いやー、キンキン、おタンブラーがキリンって書いてあるのは気にしないでください。どれ、どうすか、これはちょっとお初だな。ちょっと何も北海道限定ビール買ってね、飲んだりもしないので、私、まあ、そもそもいつも発泡酒なんでね、自分で買うんでね、まあ、ここ最近ビールも自分で買わないで済んでるのはありがたい話なんですよ。丁寧に注いでキンキンで飲んだら悶絶気絶もんらしいですよ。では今日も一日お疲れ様でした。トキコさん、ありがとうございます。はい、乾杯。あー、ね、あら、あー、あ、うまい。ほんまに気絶もんですわ。あ、おいしいおいしい。あ、飲みやすいしな。これはツルツル入っちゃうね。ビールであんま言わない表現から。すいません、食レポとこ下手で。おいしいっす。いやー、これハマっちゃうな。しばらく楽しみができちゃいましたね。おぉ、うまし。お気遣いいただいて本当すいませんですね。まあ遊び来ていただくときは手ぶらで結構ですよってしつこいこと言っておりますけどね、まあ、いただけたらいただけたらありがたいです。そう、ほんでですね、まあ今日ちょっとターさん来ておりまして、いろいろサーキット活動の方の打ち合わせなんかもしてたんですけど、まあ練習していかないとなという。で、ターさんの方はもう次の練習で32秒台とか目指してぶち込んでって、ともうレース完全に視野に入れてますんで、ちょっと今シーズン、まあ集大成としてね、どっか出れるようなところあればみたいなことを言ってるんですよ。
あのチーム組んで耐久レース出ないみたいな提案がありましてね。ちょっと僕まだ僕的にね準備の方もう田さん別に原付のレースどこ出たって邪魔になるようなことはないんですけど、僕がねまだちょっと若干心配なとこあるんですけど、まあ僕も基準にしてた、富士のカートコースでの33秒台っていうのがねきちんと回れるようになればレースは視野に入れてましたけど、まあ、だから急ぎね、11月ぐらいにターさんがそういうのを考えてるっていうんで、まあ、そこまで間に合うんかな。だってエントリー10月とかしなきゃいけないでしょ。まあ8月かで9月中に僕もねそこそこ基準自分で思ってる基準のタイム出さないとなーみたいなところはあるんですけど、まあ、チャレンジしてみてもいいですけどね、邪魔にならないようなタイムが出てればですけどね、まあ、ちゃんとこう 125cc ぐらいの耐久レースってこうコースの中混戦になることあるんで、ね、遅い車両をうまく上手に抜けたりとか速いマシンを勝手に行かせたりっていうそういう感覚が戻ってくれば出てみたいなってはありますけど、ただタンさんとチーム組むのはねなかなかデンジャーなんでね、まあまあ、ターン3号を使えるっていうので、あ、じゃあ、まあいいかなって、そんな感じはあるんですが。ということで、練習もじゃんじゃんやっていかなきゃいけないですけど、そうそうお店の方もね、休んでっていうわけいかないですし、なんですけど、今のところ狙ってるのが9月の22日、火曜日、もう本当ね、まだ全然早いですけどね、お話するにはね。あの火曜日がでたまたまこう秋分の日ということで、はたびに当たりますんで、なかなか僕はあの火曜日ね単独で練習行ってって言っても平日なんで、ね、タイムアタックにはいいんですよ、空いてるから。ただあの、まあ、秋分の日なんていうことでたまたま祝日と僕の定休日の火曜日が勝ち合ったってことで、ここ練習行くと結構こうタイムアタックというよりは、こう混雑してるコースをこうどうさばくかみたいなの練習にはなるのかなって気はしてるんですけどね。だからあの秋分の日狙っていこうかなと、とは思っております。なもんでこの早めの告知っていうのは、まあ、ターサン塾参加されてる方はねちょっと調整していただけたらありがたいなっていうところと、まああと、そういった祝日になっておりますんでね、お仲間さんどうだろう、動画見て応援していただいてるお仲間さんが、たまたまね富士スピードウェイに遊び行ったら、まあ、ワイズファクトリーがいたなみたいなことがあったら面白いかなっていう感じですけどね。特別あの公式のイベントでみたいなことで告知してるわけではございません。めんどくさいですよね。めんどくさいですけどね、こういう言い回しも。ワッチ、アッチ。はい、そんなんで、ちょっと早い告知ではありますけども、9月の22日、秋分の日。練習に行こうと思っております。サーキット飯の第2話ですね。これがね、お肉焼きたい。どうしてもお肉が焼きたい。ただ前回の反省を踏まえると、午前中にしっかり練習して、お昼休みにサーキット飯しっかり食べちゃうと午後ポンコツになるという事実が判明しましたので、まあ、量をねそこそこにって思ったんですが、まああの狐娘がね、まあうちの娘が、まあ祝日だったら練習付き合ってあげてもいいよと、そのサーキット飯私が食おうじゃないかと、こう言ってくれてるんで、これは頼もしいですよね。僕は動画の企画でサーキット飯肉焼いて、まあ、あのいつも通り食べないで練習すれば午後もねそこそこしっかり練習はできるのかなってなるんで、出来上がったご飯は美味しくキツネ娘に召し上がっていただくという企画を、ね、やろうかなという感じです。まあ、たまにはね、こう自分の子供なんかにもまだ現役で走れてる姿を見せてあげたいなっていうのがあったんで、まあ、これは祝日の火曜日っていうのはこれ幸いみたいなね、グッドタイミングっていうことでちょっと企画をね予定していこうかなと思っております。よろしければね、動画の方もあとはあの富士スピードでカートコースの方はなんだっけ、モニターがライブカメラがねあるんでね、そういうのでも覗いていただけたらありがたいなっていう感じですね。はい、さあ今日は北海道限定札幌クラシック
気絶するほどうまいのかっていうのもね、検証してみましたけどね、噂は本当でした。はい、テコさんありがとうございました。超うまいっす。はい、どうもこの企画森田金馬の子で見ていただければ、また次回よろしくどうぞ。